い、こんにちは。浜松学芸高校1年の浜田と上田です。僕たちの学校では授業で地域の魅力の発信や理系な研究活動に取り組んでいるんですけれども、今日はその一環として静岡県立森林公園にやってきました。今日はここで何をするんですか？今日はですね、森林公園にあるウグイス谷というところで増えているとある外来種について詳しく調べていきたいと思います。外来種、聞いたことはあるんですけど、よくわからないですね。ではそのあたりのことを詳しい方に教えてもらいましょう。伊藤さん、瀬下さん、お願いします。浜松学芸高校の伊藤です。静岡県立森林公園ビジターセンターで職員をしている瀬下です。早速なんですけど、お二人方に質問します。外来種って何ですか？それと、なぜ増えてしまうと困りますか？はい、外来種というのは、もともとその地域に生息してなかった生き物が人の手によって運び込まれてきて、生態系や経済、さらには人に被害を与えるような影響が出ていて、大変大きな問題になっている、そのような生き物です。なるほど、すごく大きな問題なんですね。ということで、今日はそんな外来種たちを駆除していきたいと思います。では早速現場へ行ってみましょうということで、ウグイス谷へレッツゴー。さあ、来ました。ここがウグイス谷。さて、じゃあまずはウグイス谷について調査をしてみましょう。はい、まずね、実は森林公園、赤松の森なんですよ。はい、赤松ってあんま聞かないんですけど。あ、本当？聞かない？聞かないです。あ、そう、じゃあちょっと把握されてみる。行ってみたいです。柔らかい。そうそうそう、柔らかいんですよ。これがね、赤松の割と特徴です。そして葉っぱ見てもらうと線みたいだよね。あ、本当に、ね、細長い線みたいな葉っぱなんで、針みたいだから、あの針みたいな葉っぱって針葉、針葉樹っていうの。そう、これがね、たくさん生えてる感じなんですね。あと、ここね、ちょっと谷の環境なので、水辺になってますね。はい、生き物探しへ行ってみよう。ほら、これも生き物なんですよ。石のゴミみたいに付いてるじゃん。これね、トビケラっていう昆虫の幼虫なんです。これ幼虫の巣なんです。そう。でね、あ、これもそうです。これもそう。全部そう。これもそうですね。こういうやつ。あ、ヤンマじゃん。ヤンマ系だね。ちょっと何ヤンマかはあれですけど、でもクロスジギヤンマっぽいかもしれないね。うん。この綺麗な虫は何？これは半妙。うわー、これモンショウチョウだ。違うよ、キアゲハ。あ、これ知ってる。毒があるからみんな気をつけて。ねえねえ、これ知ってる？わー、これ何？実は今回のターゲットの外来種。ナガバオモダカっていうアメリカ原産で、実はこれね、雌花なんですよ。だけどお花って普通さ、雌花があったら雄花があるでしょ。で、雄花で花粉作られて、それが受粉して種ができるじゃん。でも実はこれ日本に入ってきてるの雌花だけなんだ。そしたら受粉しないじゃん。じゃあどうやって増えてんのって思わない？子供作ってないのか。実はこの人たち無性生殖って言って、自分のクローン作ってる。だから地下の根っことかから新しく自分の株もう一回増やすもんで、受粉しなくても増えていく、そういうやつ。あ、だからめっちゃ増えてるんだ。そう、そういうこと。じゃあ今から駆除のために分布調査をやっていこう。まず大きな直線を引きまして、長方形の枠を作ります。その後でその大きな長方形の中に2メートル×2メートルの枠をいくつも設置していき、その中の長場桃高の水中の中のものと陸上まで顔を出すというもの、その2つについて分類しながら数を数えていく。調査が終わったから駆除していこう。
理想を言えばね、全部取りたいんですが、いっぺんに全部取っちゃうと、もうすでになんかここに関わって生きている生き物たちも取っちゃうことになりかねないということで、自然へのインパクトをちょっと抑えつつ、駆除っていうのを段階を踏んでね、やっていくのがいいかなと思ってます。はい、じゃあね、大体2メートル間隔ぐらいで一番奥から行ってください。まず最初に長葉重高を根っこから抜く。次に抜いた長葉重高をたらいに入れて陸地に運んで、そしたら池から離れた場所に集めよう。ここで隊員が何かを発見したみたい。これなんですか？ここで作業中にハプニングが。もう恥ずかしいからやめてよ。わかったわかった。こんなこともあったけど、順調に作業を進んで、約2日間の駆除活動が無事終了。よろしくお願いします。じゃあ皆さん本当にお疲れ様でした。こういう若い皆さんにこう森林公園の森の活動に参加していただけたっていうだけでも、公園としては嬉しいことだなと思っています。今日の活動の中で皆さんが一つでも二つでもね、ああ森ってこういうとこなんだなとか、ああ自然ってこういうもんなんだなとか、すごい大変な思いをしながらでも何か感じたことがあると思いますので、それを大事に今後につなげていっていただければなと思います。ではまた遊びに来てください。はい、では以上になります。ありがとうございました。ということで駆除作業が終わりましたけど、どうでした上田さん？やっぱり長葉重高を、抜く作業がめちゃくちゃ大変で、一筋縄ではいかないなと実感しました。なるほど、はい、浜田くんはどうでしたか？僕はなんかやってみてすごく楽しかったし、こういうなんか地道な作業が環境保全とかに役になってんだなって思って、すごくそうやってやってる人たちを尊敬しようと思いました。この綺麗な森林公園を守っていくために、これからも頑張っていこうと思います。いきましょう。じゃあせーの、バイバーイ。